はいよろしくお願いします。はいでは、あの皆様お待たせいたしました。認知症になるとどうなるの認知症とともに生きることを想像してみようという題で、え本日、臨床心理学校佐博士家庭1年の中山がえ担当いたします。えー、ま90人の、えー、講義を担当したことがないので、とても緊張しておりますが、皆さんちょっと夜の時間を一緒に過ごしていただけたらと思います。では、始めていきます。うん えまずですね突然、えー、認知症に,、えー、についての授業と言われても皆さんちょっと戸惑う方もいるかもしれません。ですので、まず最初にえ皆さんが認知症の人と出会う可能性はあるのかなっていうところでちょっとあの皆さんに質問してみたいと思います、はい。ではここでちょっとチャットを使ってみますね。えー、世界ででは約何時間にに人が認知症になっているでしょうかという質問です。 えっと、チャット使ったことがない方は、ここのチャットという引き出しをクリックしていただけるとコメント書き込めますので、ちょっと挑戦してみてください。では、3択あります。1つ目が、えー、約3秒に1人、B、約1分に1人、C、約15分に1人となっています。では、皆さん、A、B、C のいずれかで、これかなというものをあのちょっとチャットに記入してみてください。どうぞ。 あ、たくさんありがとうございます。あいっぱい書いてくださって、B、A、B、A、B、B, あ B が結構多いですねあ。ありがとうございます。皆さんご協力あ。C も結構いらっしゃいます。ありがとうございます。じゃあちょっとここら辺で回答していただきつつ答えをお伝えしていこうかなと思いますが、正解はですね、A の約3秒に1人でした。皆さんどうでしょう結構多い。 の多いと驚かかかれたでしょうかどうでししょょうううどこれはですねどういう人数かと言いますと世界で年間1000万人近くの人が新たに認知症になっているということになりますこのようにですね私事と,としての認知症つまり家族の誰かだったり周りの誰かだったりもしくは自分自身だったりなる可能性がある認知症はそういった身近なものであるということがご体感いただけたかなと思いますでは えー、本講義の目的と目標です。まず目的です。認知症によって生じる主な認知機能障害について理解し、認知症による生活上の困りごとについて想像できるということです。えー、目標です。3つあります。認知症の定義を説明できるということ。2つ目が、最大、3大認知症を列挙できるということ。 もうつつつが認知症の人のの人生活上の困りごととについて一つ具体例を挙げられるこででですすは目次ですまず最初に認知症とは何かということについて皆さんと一緒に学んで次に認知機能障害とは何かっていうところでちょっと難しめの話題になって最後に想像力を生かしてですね生活の困りごととは何かっていうふうにこうステップバイステップであの一緒に学んでいけたらなと思います。 ではまず認知症とは何かですね。認知症の定義です。認知症は脳の病的変化によって、一旦こう発達した、ちょっと手が震えちゃってあれなんですけど、一旦発達した知的機能、すなわち認知機能が生活に支障を来す程度にまでこう持続的に障害された状態を言います。えつまり、脳の病的変化、認知機能障害、生活への支障というその3つが合わさって、 認知症だということを理解していただきたいと思います。次ですね、では三大認知症について話題を移していきます。三大認知症にはですね、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、血管性認知症の3つがございます。えー、では、それぞれの特徴をちょっと説明します。アルツハイマー型認知症は、記憶力の低下が主な特徴ですが、これらは緩やかに進行します。 次にレビー小体型認知症は、えー、パーキンソン症状ですね手が震えたり足がちょっと震えたりとかいった身体症状だったりこう他の人には見えないようなこう小動物が見えたりするっていう,こう原子っていう精神症状などを特徴としますでもう一つ目の血管性認知症は、えー血管えっと、脳梗塞などいろいろなその脳の血管の 障害によって生じるのですが、その障害の部位に応じた多彩な障害が生じます。え特徴としては、もう一つ、人格や病識が保たれているというのも特徴になります。では今回、ですねこの3つは使うことはちょっと時間の関係で難しいんですので、こちらの認知症の人の約6割がなると言われているアルツハイマー型認知症、通称 AD の方に焦点化したいと思います。えー、では次ですね。 では、ちょっといきなりここ難しいフェーズですが、認知機能障害とはというところで学んでいきたいと思います。そもそもですね、この認知機能とは何でしょうか。これは、ある対象を目や耳などの感覚器官で捉え、それが何であるかをこう解釈したり、思考判断したりすしたり、計算や言語化したり、記憶に留めたりする働きです。こう書いてしまうとすごい難しいんですが、私たちが普段やっていることの、まあ、 多くの部分はこれらがにあになっていると理解していただければと思います。では、アルツハイマー型認知症や、まあ、認知症ではどのようにこれらが変遷するかといいますと、初期、中期、後期という段階を経ます。今回はですね、初期の、えー、認知機能障害について着目していきたいと思います、えー。初期アルツハイマー型認知症の場合ですね、この3つの認知機能障害が生じます。 一つは近似記憶障害です。これは数十秒から数日前の記憶が障害されてしまうというものです。もう一つの時間の検討式の障害というのは、時間の検討をつける力が低下してしまいます。これは例えば、寒いにもかかわらず、今がまあ春だと思ったり、今は春なんですけれども、暦の上では、えっと、例えば寒いんですけれども、夏だと答えたり、時間が今、だいたい、 5時38分なんですけれどもそれをまあ朝の9時だと答えたりそういったようなことになります。 もう一つ、これはちょっと耳慣れない言葉だと思うんですけれども、歯空間認知障害というのがあります。これはちょっと具体的に3つ書いてるんですけれども、1つは、見えているものとものの位置関係を把握する力の,する力の低下です。これ、例えばですね、筆箱にいろいろごちゃごちゃ入ってたとしても、まあ、手前にこう消しゴムがあって、奥にまあペンがあるっていうのを、そういう把握する力もこの力です。 もう一つはですね目の前のものと自分との位置関係を把握する力これは例えば自分の目がここにあって耳がここにあって鼻がここにあってってのを理解してこう眼鏡をかけるっていう時もこの力が必要です。 もう一つはですね移動できる広い範囲での位置関係の把握とありましてこれが結構よく言われている認知空間認知障害であると思うんですけれども例えばあの駅の出口がどこで自分が今どこにいてどうやったら出口にたどり着けるのかという力もこの,この力によっていますでははい私がいっぱいしゃべってしまいましたがここからは皆さんのご協力をお願いしたいと思いますが 実際の日常生活ではどのようなことに困りそうでしょうかということで、えー、皆さんと考えていきたいと思います。はい、では、実際の生活の困りごととはということで、えー、一緒にちょっと仮想事例を考えてみたいと思います。一郎さん80歳です。えー、文京区本郷に奥さんと2人暮らしをしています。休日にはですね、お友達と予約して、地下鉄の丸の内線に乗って本郷3丁目から四ツ谷へとお寺巡りに出かけます。 しかし最近、一郎さんは生活で困ったことが起こり始めました。それは何でしょうか とということでで皆さんんの,あのお待ちかねかは分かねはりませんがチャットタイムです、はい、右にですね先ほど学んでいた認知機能障害のメモを用意しましたので右のメモを参考にイチローさんに起こり得る困りごとをですねチャットに1つだけでもいいですのでちょっと書き込んでいただけますでしょうか。これ間違いとか正解とかありませんのであのなんか思いついたものを書き込んでいただければとてもありがたいです。 ありがとうございます。あ、そうですね。約束を忘れる。あそうですね。時間を忘れるってうのもありますね。あ約束した日がわからない。あ、それもありそうです。クチンの駅の出口が見つからない。道に迷ってしまう。あ、皆さん、続々とありがとうございます。はい、本産、あ、それはそうですね。思いつきませんでしたが、本さんの駅までたどり着けないということもあるかもしれません。ああ、すごい私が。 想定してなかったことは皆さんいっぱい書いてくださっています。切符を改札に入れられないとか、ありがとうございます。人にぶつかるっていうのもあるかもしれないですね。はい、では、私が用意した答えをちょっと皆さんと共有したいと思いますが、皆さんのと,と比べればすごく単純なものを書いてしまいましたが、ちょっと確認しますね。一つは、近似記憶障害は友達との約束を忘れてしまう皆さんと書いたのと一緒です。時間の検討式も約束の日にちを間違えるだとかですね。 もう一つ、その、寺めぐりで迷うとか、出口が分からなくなり、道に迷うっていうのも、しっか認知障害です。先ほど挙げていただいた人とぶつかるっていうのも、本当にこの力が障害されるとなってしまうことだと思います。ですが、あの最後に、こう、もう一つ注意,点注意事項としてはですね、必ずしも、まあ、今回挙げた認知機能障害と、1対1対応で生活上の困りごとは生じるわけではないっていうこと。 実際は生活環境だったり個人の状態によってあの変わってくるっていうことをあのご理解いただければと思います。そう思うことでこう自分のこう機能が徐々にこう慢性的に障害されていくっていう状態でも、まあ、環境を整えたり人とのこう交流を工夫したりっていうことによってあの地域で生活し続けることができるっていうようなこう希望を持ったりすることができると思いますのでその点もあの頭に留めておいてください。 ででは最後のまとめです。認知症は脳の病的変化、認知機能障害、生活への支障の3つが条件です。で認知症には3つありました。アルツハイマー型、レビー小体型、血管性認知症です。3つ目は認知機能障害からまあ約束を忘れる等のあらゆる生活障害がまあ生じ得るということです。で次回はまあ本人の体験というものをもっとこう理解して支援を考えていくということをまあ考えております。 参考文献は以上になります。今回はこちらを主に使いました。この4番の方もとても人気があるそうなので、いろいろご関心のあるもの、見てみていただければと思います。ご清聴、そしてご参加、ありがとうございました。